はい、いつもありがとうございます。休暇者ナビゲーターのマカリオです。まあ、暗闇の動画って、まあ、公開するか公開しないか分からないんですけど、まあ、いつもの動画、真っ暗闇の動画、まあ、なんかこれ、反論みたいな、反論じゃないな、なんかまあ動画みたいな感じで、お送りしたいなと思います。今日はね、僕の、まあ、何年か前のクライアントなんですけど、久しぶりに Facebook にメッセージくれたんですよ。ようやく一人前になりましたと、僕は子分なんでみたいな役に立てるんだったらいつでも呼んでくださいみたいな、なんか泣けるメッセージを送ってくれたクライアントがいて、まあうちのね近所で事務所構えたんで、まあ久しぶりに会って話してその後飯食いに行って、最近さすげえ気に入ってる、まあ寿司屋なんですけど和食の店があって、まあ、今行ってきてまあそいつは酒飲めないんですけど、まあ、僕はバカスカ飲みますから、でもね、久しぶりに嬉しい美味しいお酒飲んだなと思って、来たんですけど、まあ、売上がね、まあ、2000万超えて、まあ、粗利も半分以上あって、いい決算できましたっていう、まあ、報告もらいながら、まあ、だけど僕言ったんですよね。今のビジネス3000万でやめとけよって、これ、まあ、理由があるんですけど、まあ、彼もコンサルタントなんでね、駅務、をビジネスにしてると一人でやってる限界っていうのがあって、それを超えちゃうともう自分一人ではできないんですよね。でこれはね、偉い専門家っていうかコンサルタントの人も言ってるし、僕も経験から言うんですけど、無理、一人でやってて3000万超えるのは無理。これなぜ無理なのかって断言するかっていうと、それは確かにねクライアントの単価の問題もあるんだけど、自分の時間が24時間かける365日しかないからなんですよ。で本番だけじゃなくてコンサルティングって準備の時間があるので、そうするとですねやっぱり厳しいんですよ。これ組織にいるコンサルタントで売り上げが何億とか言ってるやつと一人でやってるやつは全然違いますからね。そこはちょっと履き違えないようにしてほしいんですが、一人で何もかもやってる、もしくはアシスタントがいたとしても、その一人の駅務の限界ってのはそこに来ます。でいやそんなこと言ったって僕の知り合いはあと何億やってるんですよっていう人がいるかもしれないんですけど、必ずこうなってるんですよ。ここで価値を発揮して、僕はねこれも3000万マックスでやめとけよと言ってるんですよね。この先どうなるかっていうと、ここを伸ばしたいと拡大するしかないんです。でその時に自分だけじゃなくて当然レバレッジが必要になってくるんで、社員なのかパートナーなのか入れていかなきゃいけないんです。じゃないと自分の限界がここで来ちゃってるから、それをもっと伸ばしたいと思うんだったらもう自分以外のものを入れていくしかないわけですよね。だってでこの段階で1億とか別に2億とか いけないんですよ全然。実際僕もそうやってましたし、なんだけどこの次のサイクルがどこに来るのかっていうと、ここの致命的なものっていうのは、ここってねイメージしてほしいんですよ。もし曲がりをしたとしてマンツーマンでずっと24時間365日好きな時に連絡が取れてやり取りができるんだっていう球がここの限界なんですね。っていった時にここってどうなるかって薄まっちゃうんですね。もっと言うと自分っていうものをそんなに出さずに関与しながらも薄まっちゃう。そうするとここってもう来ないんですよ。ここにこことここって客層変わるんです。でここに来るお客さんってどういう客層なのかっていうと、この時のお客さんと全然違うんですね。ここのお客さんはもうここに来ませんよね。ここに来たらお客さんってどうなるかっていうと、薄いから次ここのところで、ここ春夏秋冬ってサイクルになるんですけど、ビジネスって確率だからガクッと減っちゃうんです。じゃあここに来たコンサルタントが何するのかっていうと、クライアント減ってますよね。だからどうするのかっていうと、マンツーマンっていうのを打ち出すわけですよ。まただって縮小しちゃうから、で薄い勝ったからダメなんだろうって話で濃くするって言ったらどうするかって言ったら、マンツーマンだとかグルコンみたいなことやり始めるわけですよ。ここはさセミナーだったり講演だったりさ、もっと言うとコミュニティでその問題を解決するというやり方を取るんですね。でもこういう戦略を取ってくる。でもそれだけで PLC のその人がどこのサイクルにいるか分かるわけですよ。だから日々偉そうにメルマガ送ってようが何してようが、そいつがどこのサイクルにいるのかってのは分かるわけですよ。でどうなるのか、
この後どうなるのかっていうと、もうここも分かってるんですよ、どういうふうにすべきなのか。で、このサイクルを何順回してるのかっていうのが実力なんですよ。うん。だって学びのサイクルだからね。なんかいきなり今日革新的な話してるけど大丈夫か俺みたいな、なんか理解できないやつの方が多くて、逆に言うと理解したやつに敵を作ってるような感じもするんですけど、まあ、まあ簡単な話なんで分かってくれると思うんですけどね。いやだから僕もそのクライアントに言ったわけですよ。拡大すんなと、そこでそれは止めろと。じゃあどうするのかっていうと、僕はその複数収入っていうのをすごい推奨してるんですよね。一人でやっていくんだと、あとはそのレバレッジを使ってビジネスをしていくんだと、つまりその会社を大きくしていかないっていう戦略を取るのであれば、どうするのかっていうと、ここにいて自分の価値でまず3000万を確定してるんだとしたら、これを拡大しないんだからどうすればいいのかって話なんですよ。今日そんな話をしたんですけど、まあ釈迦に説法で、まあそいつもまあうちに5、6年前ですか。で、そこから価値をお金に入れ替えるということにフォーカスして、今ある分野ではね、もう第一人者みたいになってますから、俺よりもそこはもう専門的ですからね。まあなんか、うちのクライアントの次のステージのやつはそいつのところに行った方がいいんじゃないかと思うぐらいなんですけど、僕って上からでしょ。で、まあ断定的なんで、まあ、拒否反応を起こされたりだとか、まあ、ふざけんなと思うやつもいるかもしれないんですけど、ふざけんなでも何でもいいんですよ。だって理論で全部説明できるから。で、これは別に僕が考えた理論っていうのではなくて、世の中には原理原則流れっていうのがあって、その通りになるんです。だからもっと高いところからの話をすると、これから先の日本がどういうそのストーリーで動いていくのかっていうのを読み取れないとね、それはコンサルタントもこれから企業独立したいやつも、国が何を求めているのかっていう、っていう、まあ行動する前に勝つ戦略じゃないですけど、そこが分からないと導けないでしょっていうのもあるんですよね。まあこれはさ、価値をお金に変えるのか、コミュニティをお金に変えるのか、機械をお金に変えるのか、マネージャーをお金に変えるのかっていう、まあ、うちの 4M の話なんですけど、タイプによってどこからスタートするのかっていうのはもちろんあるんですけどね。だから説明できないことないんですよ。逆にあなたがそのメンターだったり、アドバイザーだったり、コンサルタントをつけたときに、そいつに何かを聞いて答えられないっていうんだったら、それはお金を払ってまで雇う価値がないんですよ。もちろんね、コンサルタントって全ての部分で専門的じゃないですから、戦略的なコンサルタントなのか戦術的なコンサルタントなのか、その誰をアドバイザーだったりメンターだったりするのかって分かれると思うんですけど、この辺のあたりの話なんてみんな分かってんだろうなって話なんですよ。だから特定のそのノウハウ、セドリにしろ、まあアフィリエイトにしろ、僕は別にそれ悪いと思ってないんですよ。特定タイプはそれを愚直にやって、まあ、お金を貯めてからどうするかっていうのを考えればいいと思うんですけど、何していいか分かんないし、どうしていいか分からないってやつが自己啓発だとか成功法則のセミナーに絶対行っちゃダメだから、かえって混乱するだけだから。そして、今日限り僕の動画を見てくれてる人はですね、まあ、これ良くないねってつくと思うし、ふざけんなバカって言うかもしれないですけど、習字二段なんだけど大丈夫かな、こんな字で。はい、これ禁止、もうこれ言うなって。モチベーションがあるないとか、やる気があるないとか、プロってこういうこと言わないんですよ。いや、はっきり言いますよ。もう今日今飯食ってきて、酒くすっこったま飲んで、今の僕がやる気があるのかモチベーションがあるのか全くないんですよ。あ、全然やる気があるから動画撮ってるわけじゃないし、モチベーションがあるから撮ってるわけじゃない、全然ないんですよ。そこを分かってほしいんですね。今日さ、もうハイボール2杯飲んで、その後に変わったお酒、一緒に行ったやつが全く飲まないから4合飲んだって、4合飲んで、でまだ行けたんですけど、俺ちょっと今日動画やろうと思ってたしね、この後まだ仕事があるんで今日やめとくわっつってやめたんですけどね。いや、もう寝たいです、風呂入って寝たいですよね。やる気があるからやってるわけじゃ全然ないんですよ。だから世界三大言い訳も禁止なんだけど、もうこれ禁止、っていうのを徹底してほしいなと思ってます。まあ、今日の動画は勢いだけでやってますが、そうですね、まあ、また何か動画を見て
かもうマイナス的なこととか、まあ、分からない質問をしてもらっていいんですけど、その否定だとかその新しい見解だとかもういらないので、なんかあるっていうんだったらあなたが正しいっていうことにしてほしいんですよ。僕が言ってることが正しい正しいんじゃな間違ってるんじゃなくて、僕はもう原理原則の話しかしてないですから、春夏秋冬で春冬秋とか春冬夏になるっていうんだったらあなたの方が正しいですけど、春夏秋冬ってサイクルを回ってる以上は僕が正しいとか正しくそういう話じゃない、ないんだってことなんですよ。そこになんかその揚げ足を取ったら今くだらないことに本当にやめてほしいと思ってるんですけど、だったら動画見るなって話なんで、はい、で、あのいつまでもこのステージで満足してるなよって話なんですよ。僕のクライアントで一人でやってて、その3000万ぐらい稼げてないやつっておかしいんですよ。どのタイプであろうが、一人がその見れる範囲の中で3000万じゃない、まあ、ほぼほぼマックスって苦しいけど、あのそこっていうのは僕のうまくいってるクライアント見てるとみんなそうなってますんで、で僕もあの何もなかった時からっていうのはやっぱそこを経験してきてますの であのこれで失敗もしたんですけど失敗の方が多いんだけどさ、うん、だからといって経験の話をしてるわけじゃないんだっていうことをまあ伝えて、終わりにしたいなと思います。でね、ゴールデンウィークの予定を早く出せっていうメッセージをもらったんですよ。ごめん、その通りだわ、うん、本当その通り、もうそれ本当にごめん。いやどうしようかなと思って、だってゴールデンウィークってさギャンブルなんだよ。さっきさもともと言ったじゃん、俺別にモチベーションもありなしでやってるわけじゃないから休みたいんだよゴールデンウィーク。だって客が来るかどうか分からないで確率で言ったら来ないんだから、うん、でもとは言いつつもゴールデンウィークだから休みだから学べるっていう人たちもいるわけだよね。でたまたま去年はそれがうまくいったんだけど、今年がうまくいくのかって、その例年の統計データだったりいろいろ見てるとさ、スケジュールを出せば束縛されるじゃない、わかる、これ言い訳だよ、全部言い訳、うん、出します、はい、すいませんでした、はい、というわけであの、まあ、ゴールデンウィーク泊まりも取れなかったりいろいろするかと思うんですけど、まあ、別に満喫でもいいじゃん、名古屋満喫いっぱいあるし、あのカプセルホテルもあるし、あの極論言ったらさこの時期ね名古屋外で寝てたって言ってもそれは嘘なんですけど、まあ、最悪泊まるとこなかったらうちに泊まればいいんじゃないかなと思うんですけど、てかまあそんな話も置いといて、あのゴールデンウィークのスケジュール出します、はい、なんか 2days、企業構成ベーシック今すぐ企業 と、講師養成講座、まあ、2days、まあ、6日間ですよね、まあ、全部参加するとまあ、何十万かかかりますけど、まあ、皆さんがやりたいところですよね、参加してもらえればいいなと思ってますんで、まあ、スケジュール出しますけど、はい、ということで、飲みすぎたかもしれないか、まあ、俺この後 BNP 甲子園やんなきゃいけないんだよとか、まあ、知ってる人の方が少ないと思うんですけど、はい、というわけでいつもありがとうございます。モチベーションの有無とか言うなよということで、それではいつもありがとうね、じゃあね。